はい、皆さんこんにちは。こんにちは。タイポチャンネルです。今日はですね、新しく気になるニュースを僕らが解説するコーナーを作りました。はい、イエーイ。早速いきます。10月28日のニュースです。ハワイ州が日本発入国者の14日間の隔離を免除するっていうニュースを出しました。もともと日本から入国する際にはハワイに入国した後に2週間ホテルで隔離、あ、現地で、でその後、まあ、陰性の場合は、まあ、そのままハワイに、まあ、入国できる。でハワイから戻ってきた場合にも、日本で隔離される、2回隔離をされる、合計28日隔離されるっていう状態だったんですけど、それがハワイに入国する際の隔離が免除されるっていう。でこのなんか免除は一応いろんな制約があって、PCR 検査でコロナウイルスが陰性の場合だけ、その陰性の証明書を持ってる人のみ隔離が免除されるっていうニュースがありました。じゃあこれまではあれか、そのハワイに行ったらもう無条件に一旦2週間隔離やったのが、うん、まあ、ちゃんと国内で証明を取れてて、うん、私は感染してませんよっていうのが証明できる人に関しては、うん、隔離しなくていいと。そうです、そうです。てかもはやこれまではそういう人たちでさえ行っても隔離されるようになってたみたいな。だから陰性の人でも1ヶ月以上はどっかのホテルにずっと隔離されていたみたいな。それすごいな。それはまあ海外行かないよね。2日とか3日しか休みがなくてハワイ行こうとしてるのに、うん、1ヶ月以上休み取れないとハワイに行けないな。なるほどね。でそれをまあ安全な人は大丈夫ですよっていうのを、うん、ハワイ州観光局の知事が発表しています。うんうん、なるほど。この PCR 検査の証明書が発行されるところが、まあ、21箇所の、まあ、医療機関で契約を締結して、21箇所なんか都内だったりとか大阪府内とか、うんうん、でその証明書が受け取れるっていうのが出てました。じゃあ結構ハワイ もうこれから開国じゃないけど、うん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 、ちょっとずつその観光客来てねっていう体制を作り始めてるっていう、うん、そうですね。だから結構11月以降からまず少しずつ各国が動き出すんじゃないかっていう一番最初の、うんうん、でハワイがすごいそういう観光にも先進的な動きを見せてるので、なんかそれが他の国にも適応するのか否かっていう、なるほどなるほど、面白いニュースが来ました。確かに僕らもよく観光局の人たちと仕事させてもらってるんですけど、うん、どこの観光局もやっぱハワイが一番最先端で、うん、ハワイの動きをチェックしてるっていうのめっちゃ言ってるんで、うん、確かに注目の動きかもしれないです。飛行機は飛んでるんですか今沼さん。飛行機で詳しい沼さん。減便急便多くて、うん、11月とかは JAL とか ANA とか往復2便ぐらいしか飛んでる。うわ、往復2便。あ、でも毎日2便ぐらいは飛んでるんや。月。あ、月2便じゃあ結局行っても帰ってこれないとかあるんか。まあなんかこれからちょっとずつそのフライトとかもまあ戻ってくるって感じなのかな。あとこの前イベントでちょっと話を聞いたのは、観光客がハワイもう減りすぎて、はいはいはい、海がめちゃくちゃ綺麗になってるみたいな。あ、言ってましたね。通常の 140% の透明度ってどんだけ綺麗やねんと思って。めちゃめちゃそこ人気になってまた汚くなっちゃうんじゃないかっていう。ガンジス川もね、綺麗になったっていう。ガンジス川も綺麗になったの。そうなんや。あ、そうなんや。へー、まあ、ということでちょっとずつ多分ハワイから海外旅行がまあ戻ってくるんじゃないかみたいなのは兆しがちょっと見えてきたっていう感じですかね。そうです、うん、で、まあ、どういう人が行くのかな。まあそれこそもちろんね、その体調は万全な上で、うん、まあ、ワーケーションとか、うん、国内で一通り経験して、まあ、リモートワークでも家いなくても、まあ、仕事できるよっていう人とかからちょっとずつ行き出すんじゃないかな。そうですね。なんかグループでわーって行くっていうよりは、うんうん、一人でなんか仕事が海外でもできるっていう人からノマド的な人たちが行く気がしますね、最初の方。やっぱりあの航空券もどんどん高騰してくるだろうし、なんかそこでなんか新しいこう観光局がどんなマーケティングの施策を打ち出すかとかも面白いんじゃないかなと思っています。うん、こんな感じで次回からも気になるニュースをちょっとピックアップしてコメントしていきたいなと思います。再生数取れなかったらやめます。はい、ありがとうございました。